まず FX と X 軸との共有点を求めます。X 軸は y イコール0です。なので、この y イコール0を y に代入して x を求めると0と k となります。したがって、あの答えは k です。続いて同関数 f'x を求めます。fx を計算すると、-x3 乗たす kx2 乗となります。f'x は何乗となっている数値を係数に持ってきて、数字は1を引いて求めます。そうすると、イとウは -3、エは2となります。続いて、極小値を求めます。fx は、x3 乗の係数が -3 なので、左上がりのグラフとなります。微分をすると、傾きになるので、傾きが0となるのは、微分をした f'x が0を解けばわかります。f'x はすでにここで求めているので、それが0となる式を計算すると、x は0と3分の 2k となります。k は正の定数なので、3分の 2k は0より大きいです。したがってグラフでは、左側が x は0、右側が x は3分の 2k です。したがって、おと木が求まりました。極小値は x は0を fx に代入すると、0とすぐ求まります。極大値は3分の 2k を代入して計算をすると、27分の 4k3 乗と求まります。あと、おから区は、下の選択肢から丸の番号を選ぶので注意してください。以上で括弧1は終わりです。括弧2に移ります。円柱の体積を求めましょう。円柱の底面の半径を x、体積を v とします。v は円の面積、πx2 乗に高さをかければ求めます。高さを求めたいですよね。高さはここの赤い線にあたります。この高さをどう求めるかを考えます。まず、ここの長さ、わかりますかね？わからないですね。ここの長さは半径なので x と分かってましたね。じゃあ最初の丸1として丸2番はわかりますかね？ここもわからないですよね。なんでここを考えているかっていうと、ここがわかれば高さが求めれるようになるからです。じゃあここはどうですかね？3番もわからないですよね。そうすると、もうわかりそうなとこないなとなってくるんですね。上側は x ですね。でも、この線をちょっと見てみると、なんかこの線の形から求めれそうだなってなっていきます。円錐を横から見るとこういう形ですよね。三角形になってます。その中に四角形があります。で、上から線を引いて直角というのも円錐にある線通りですよね。そうするとこれ左右対称なので半分こします。で、この三角形見ると大体なんとなく分かってきますよね。左下の小さい方の三角形と大きい三角形。これは相似の関係があるので、小さい三角形の下側の辺は 9-x ですよね。で、その小さい三角形の高さの部分が今回求めたい円柱の高さにもなるので、ハテナを y とすると、y は大きい方の三角形の15に当たって、それを何倍すればいいかなというと、大きい方から小さい方に変換したいので、大きい方の下側の辺9分の、小さい方の下側の辺9分の x をかけて、3分の 45-5x と求まりました。そしたらこの元の v の式に高さを代入して計算をすれば、体積の式が求まりました。そしたら、括弧1の考察より、x が何々の時 v は最大となることがわかるとあるので、括弧1を見ます。括弧1は fx イコール x2 乗 k-x ですね。fx はこの式で、この k が9ですね。fx に3分の 5π をかければ v が求まりますよね。そしたらこの fx どこで最大になるかっていうと、まず0はここで、で k は9でしたよね。なので答え木になっている x 3分の 2k っていうのは9を代入すると6になります。それでそれ以降は数値が小さくなっていくので、x の範囲は0から9だったので、最大になっているのは x6 の時ですよね。なのでまず fx に6を代入して計算をすると、x2 乗は62乗で36、k-x は9-6で3となるので計算をすると108となります。まず x はですね、6の時最大になりますよね。で、体積は、さっき求めた fx に3分の 5π をかけると求まります。fx はさっき108だったので、3分の 5π に108をかけた計算をして、180π が最後の答えになります。